ワディム・ザルマノフはソ連の公共曲作家。とりわけ森を描写した公共曲第2番で広く知られる。1912年レニングラードを生まれ。父親の手ほどきで少年時代からピアノを始める。18歳でレニングラード音楽院に進学するかたわら、大学で地質学を専攻し、1935年までは地質学者として働くが、同年に、 改めて本格的に、レニングラード音楽院作曲家に席を置き、ミハイル・グネーシーの訓導を受けた。音楽院卒業後に、第二次世界大戦に従軍している。退役後は、ガルシア・ロルカや、パブロネ・ネルーダの詩や、ブロークや、エセーニンらの詩によって、歌曲を作曲し、母校レニングラード音楽院で教鞭を取った。公共曲第一番に単調は、 スラブ民謡の旋律を用いており、第一学章の開始部で聞こえるモットーが修学章に復帰するという循環形式も採用されている。最も成功した公共曲第二番は各学章に表題が付され、アルベルルーゼルの最初の公共曲のように公共曲形式を取った繊細な落としとしてまとめられている。1960年代のサルマノフは、 ある程度まで、無調や十二音技法と不協和違法の洗礼を受けており、その頃に完成された公共曲第3番は、調整官の半然としない、従来よりモダンな響きと、以前からの響きの爆裂が共存する独特な作品となっている。4つの公共曲はすべてエフゲニー・ムラビンスキーによって録音され、公共曲第4番の単調はムラビンスキーに検定された。 基本フレンニコフほど政治好きというわけではなかったが、サルマのフも様々な政治的な地位についており、例えば、ソ連作曲家同盟議長も務めたことがある。ありがとうございます。